你好吗？あちゃん、誕生日おめでとう。ありがとうございます。これどこですか？これ置いといていいよ。覚えたんだ。失礼しました。ではまた。最高です。今回の？はい、仕事です。頑張ってください。ありがとう。好きだって。バイバイ。はるちゃんも手話教えてって。だから教えてる。みゆかが？そう。大丈夫、母言ってるけど。もうどんどん今ビリビリ破けてきてるよ、もう。何が？皮膚が。妊娠線今もうビリビリで。この動画は12月16日に公開するもんね。生まれてるかもしれないよね、これが公開されてる時は。今日は料理するのママが、うん、あと3キロで20キロ増えたことになる。ママが20キロ太ったとか言ってたから、どうやって20キロなんて太るのって思ってた。20キロなんて太れるわ、どうやって短期間でって思ってたんだけど。余裕だったでしょ。食べ物が美味しいんだよね、なんか妊娠中って。パタリにしてさらにいいんだ。自分で言ってるの、こうしないと落ち着かない。では今日からみゆかさんがこの家で出産までを過ごします。11、楽しみだね。今日の夜ご飯作ります、一緒に。今日のご飯これにします。せーの。ごめん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 。これ何、東京人。ここで喋ればいいんじゃないの。ハンフレッシュ、これを今日作ります。簡単にご飯が作れる。買い物行かなくていいとかそういうこと。レシピが一緒に入ってて、年会費があるとさ、すぐにやめられない感じがして嫌だよ。縛りがあって嫌じゃん。契約期間もないから、今週いらないって言ったら休むことができて。そうなの。ちょっと変わったメニューがあるんですよ。お国の料理とかがあるの。なんとか。え？なんとかって言われたんだけど。パンってことで。そんなわけないでしょ。変わってんのよメニューが。台湾風混ぜうどん。ローズマリー香る鶏肉のクリーミーグラタン。ちょっとなんか珍しくない？うん。おしゃれだね。なんかどれ作る？これ三つ選んだのね今週は、うん。どれが食べたい？何でもいいの、うん、材料全部書いてあるじゃん。そう、見してよ材料。野菜食べたいじゃん、ね、でもこれ全部野菜が結構あるのよ、ちゃんと。すごいね。よくない？さつまいも美味しそう。見てほら、グラタン。これグラタンなの。これがほらほらほら全部美味しそうだけど、これかこれがいい。これとこれ、これかこれ。オッケー。あ、両方作ろう。今日は特別に両方入れます。これとこれだって。そうすると2番と5番で、これ2枚ね。ちょっとまいちゃん、いいよ、けていいよ、して。痛い。おーおーおー、肉ね。これ豚だよ。一食25分ぐらいでできる。えぇ、ー、はいよ。簡単なのに本格的な料理ができるっていうのが売りなの、これの。何これ、何が何だ。食べてみたいですね。美味しそう、やっぱこれ、うん、台湾風混ぜるの。しかもさ、後ろも付いてるし、写真もついてるからさ。そう、でかいしさ、レシピだけ取っとくことができるんだよね。本当だ。これだけ準備すればいいでしょ。ということで、うん、作ってみたいと思います。はい。お日様ぽかぽか、天気がいい。ひき肉、これはこっち。やってみる？5番。いいですね、シンプルで分かりやすくて。ローズマリーなんて買ったことある？すごい香り、すごい香り。これどうやろう。いいよ、調べなくて。パパパパってやればいいんだよ。ご飯で炊かなくていい？
もっと。ない。私もまだ40前半でさ、おばあちゃんになるっていう意識が薄いのかもしれないし、そういう性格なのかもしれないし、分からないけど、どうやってみゆがのサポートを、いい環境を作ってあげられるかっていうことの方が頭が回っている。ラップだけ、ラップだけ、ラップだけ。そうでしょ、私がいつも怒ってんじゃん。ロマンチックなことがあったらいいもの、我々の間でロマンチックなことって起きたことある？何表3秒言ってない。いつ？すごいね、匂いが。匂いがすごい。お肉に合うこの匂い。謝ってくれるやつ、謝られると逆に自分が悪かったんだなって思うから。本当にってどういう意味や、謝られるのが弱いかも。どんな喧嘩？もう1日しかないんだよ。毎日毎日それがあって愛情あるからいいやと思えないじゃん。もうこの日ねさ、これいっぱいだったんだけど、これ大丈夫とか、自分だけさ、セーブっつって蘇る痛み。めっちゃおしゃれに見えるし、あとウソ、ね、うん、あとすごいのね、匂いがね、警察犬だったもんね。違うわ。2番も作ります。手の方が好きかも。私野菜がいっぱい、卵入ったネギ、うどん、普段食べられないメニューっていうのが私は嬉しいの。せっかくお金を出すんだったらっていうのが分かる気持ち。食べてるよ。野菜いっぱいだからいつも敬遠するじゃん、野菜を。今日はもうお野菜てんこ盛りだからどうかなと思ったけど全然大丈夫。うどんが甘いよ。うどんが甘いって、人参美味しく感じない？自分が食べたいもの、
美味しいわこれ。普段こんなの作んないからさ、うん、いいね。いいよね。また食べたいもんこれ。味付け知りたいやと。はい、うん、大丈夫。どうした？足を変える。大丈夫？うん。約1ヶ月ね。あと1ヶ月はねっけ。1ヶ月もないよ。あと2週間。でもさ、なんで違う？抱っこするの？あの 3D ではわかんないの、どっちに似てるとか。なんかね、いつもねちょうど顔が隠れてるんだよね、いつもこういうふうに、うん、こう隠してるんだ。7歳違う？7歳だと遊ばないか、ちょっと離れすぎてる。で、うん、まあ、これは、うん、うん、うん、そうね、やばい、やりたみようね。お姉さんみたいな顔がね、うん、これから、ごめんなさい、うん、あ、これ、あれ、こちら、うん、ローズマリーだけ？人参ってそんなに美味しいと思ったことないんだけど、美味しく感じんだよね。美味しいです。美味しい。お腹いっぱいなのに食べる。ローズマリーが美味しい、ね、普通グラタンってクリームとかコンソメの味だけど、うん、ローズマリーのためにあるグラタンみたいな、うん、でね、ありがとうございます。私のチャンネルも登録してください。私のチャンネルも登録してください。あとインスタも。生まれたら赤ちゃんの写真載せて。あ、楽しみ。ね、これ